家に、戻ってきまして、これタヌキですね。じいちゃんのタヌキ。当時子供の時はめっちゃでかかったんですけど、やっぱこうやって見るとちょっとちっちゃい小ぶりなタヌキです。で、ここ、入り口からこうやって歩いて、でね、ここもなんかいろいろこう遊んだりする場所だったんですけど、この裏に、ね、今だとちょっとこう、ね、もう、あれですけど、当時やっぱ子供の時はここの道のり長く感じてね、裏に回ってきてこうやって。で、裏にね、今はもう何もないですけど、ここにビニールハウスがあって、キュウリとかトマトとか、そういう栽培をおばあちゃんがやってましたね。そういう場所です。ここももうね、何もやってないんでね。うちのじいちゃんが結構草刈りというか、そういうことをしてたんで、割と綺麗にしてたんですけど、今はね、じいちゃんおばあちゃんも亡くなりまして、結構こう、自然のままね、なすがまま、レッドイットビー。そういう感じになっております。